はい、始まりました。今日は秋のつぶやき第89回になります。ではまず早速散策のお知らせをしていきたいと思います。6月15日、この日は、河内長野にある関西サイクルスポーツセンターに行ってきました。ここはもう名前の通りスポーツセンターです。足をねすごいいっぱい使うところで、で一回何年か前、2011年やったかなぐらいに、スペップの散策として行ったんですけど、その時は祝日やってすごい行列があって、あんまり1個か2個ぐらいしかアトラクションに乗ることができませんでした。もうほんとね1時間待ちぐらいやったんですよ。そう、この日は普通の木曜日だったので、平日、土平日に行ったのでめっちゃ空いてました。こんなに日曜日と祝日と木曜日の差が激しいのかというぐらい結構ガラガラで乗り放題だから、いっぱい乗る人とかはね、値段が最初からフリーパスの方を買っとくと、まあ毎回毎回そのチケットを買って乗らずに済むので、皆さんいっぱい乗る人は、まず入場料とフリーパスの料金がついてるやつを購入したらいいと思います。マップはこんな感じです。結構ね広いの。しかもね暑かったからね、めっちゃ暑いし疲れるしすごい、もうなんか運動めっちゃしたぞっていう一日になりました。じゃあなんか一個だけね、工事しててちょっとやってなかったやつがあるんよ。何があるかっていうと、まあ簡単に紹介していきますと、サイクリングコース、この中で自転車を借りてこうサイクリングするっていうね、普通のまあ自転車やで、サイクルコースター持つっていうやつは一応漕ぐやつがあったけど、まあ、これは漕がなくても普通のジェットコースターみたいな感じで進みます。うん、まあでもせっかくね漕ぐペダルがあるのでぜひ漕いでください。でその次、水陸両用サイクル、ああもうねこれがね、私はもう本当に途中でここから降りて脱走したろかと思うぐらいしんどかったイメージは水陸両用やから、その道路と水の中を両方進めるよっていう、自転車じゃなくてなんか車みたいな形の乗り物があって、それは一人で乗らなあかんねんね。で、まずちょっと道路頑張ってこいでます。これは自分でこがないと絶対進まんから。で、こいでます。あー疲れたなーってなって、でまあ水の中に入るとなんかもっとちょっと楽になる感じがするやんかと思ってて、で、あやっと水やと思って入った瞬間もう地獄進まへん、びっくりするぐらい進まんくて、めっちゃこいだ、めっちゃこいだけど、なんか空回りしてる感じやねん。こうこいでるけど回らん。うん、まあとりあえず私は、一番しんどいんちゃうかなって思うナンバーワンアトラクションです、水陸両用サイクル。行ったらでも絶対乗ってほしい、絶対乗ってほしいやつのナンバーワンでもあります。で、その他サイクルパラシュート、これは、漕いで上に上がって、まあ到着すると一応漕ぐのをやめなあかんねん。でやめたらシューって降りていく。まあ、そんな速くないから言うほど怖くないけど、のりさんは今すぐ反応した怖いって。そう、結構ね高所恐怖症の人とかやったら辛いと思うぐらい景色見渡せるし、やっぱ上に登ってるから、ね、その分高さはあるから、うん、でも30m よ、 30m 上やからね、そんなに高くないと思うんやけど、怖いらしいわ。そう、もともと高いところにあるからね、確かにね、それはあるね。そうと、あとクルコプター、クルコプターはどんなやったかな、中に乗って乗り物がこう回っていく。でもなんか別にこれは
ってあのほんまにちっちゃい子供とかが乗るようなアトラクションやと思いました。キリンリンの森の立体迷路っていうのに行ってきて、あのこれはね、まあ迷路だわ、迷路やねんけど、なんかこう1階から5階まであって、でまずスタンプを集めるねんけど、2コースあって、リンリンコースとリッキーコースっていうのがあって、リンリンコースはちょっと頭を使うタイプの方で、リッキーの方は体力を使う方でコースがあって、まあでも一緒やねん、あの建物で別にコースが分かれてるわけじゃなくて、まあ一応体力の方は結構こう避けたりとかくぐったりとかするところで、私はそんな気にしてないからね、いろいろなところ行っちゃって、あのスタンプを間違えてリッキーリンリンコース選んでたのに、リッキーコースのスタンプちょっと探したりとかしちゃってて、まあねこんな感じです。じゃーん、3種類で、この1っていうのは1階に必ずあります。でこの2と3はその2階から5階までのどこかにスタンプがあるよっていうので、自分で探しましょうです。思ってるよりしんどいからね、結構悩んだし迷ったし、あの大変やったそうそうそう、一箇所ね、こう出るのは出れるけど次戻られへんっていう場所があって、でこう鍵がかかるのよ、あれやんか、よく内側から開くけど外側から開けへんみたいな、あんなタンプのとこがあって、でのりさんがこう、あー出てしまったってなって戻ろうとしてる中、私も出ててんけどちょっと穴があって手通って爪でちょっとガチャガチャして鍵開けてそっから入ったっていう裏沢をちょっとしてましたまあ結構楽しかったです。大変やったけど楽しかったんで、5階に行くとあの自転車があるのでそこを漕ぎます。いっぱい漕ぐとなんか鐘がカンカンって鳴るの、それがゴールの音の印で、それを鳴らして外に出ます。はい、で終わりというアトラクションでした。これもね疲れた、これも疲れたよ私もう一個サイクルリュージュっていうやつ、これがなあの楽しかったんけど、私写真撮りたくてちょっと苦戦してたの。右手と左手こうハンドルあって、こう真ん中が持たれへんねん。でもよく考えたら持てたかもしれんけど、真ん中持たれへんくて、右だけになったらこうハンドル曲がんのよ、どうしても引っ張って動かすやつやから。で右に行くときはこうするから、写真片手で撮ろうと思ったらこうどうしてもこの右行くから端っこにぶつかって、で最悪足で踏んで動画撮ってたんやけどどうしてもなんか画像がね、あの前のこう柵みたいなところとこの何 iPhone のカメラのこれがちょっとぶつかってて、なんかすごい変な動画になってたし、あとスリルがよく分かれへんかったから諦めた。せっかく頑張って撮ったけどなんじゃこりゃっていう感じなんかガラ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 している床だけが見えてたからもうこれはもう一回いつか行ったら、あのもうちょっと真ん中を持つようにして一回動画を撮ってみたいなと思います。楽しかった、うん、これも楽しかったねっていう感じの、乗り物がたくさんあります。なので一回行ってみてください。この遊んでバーベキューしてここで寝る、最強ちゃうこれ。曲を一曲流したいと思います。今日は、ミックちゃんのトラウマ論っていう曲を流しますので聴いてください。Thank you.
したらいいかな、教えて。泣いてしまうよ、私は。その下手くそな愛し方も愛しんだ。そんな風に怒らないで、背中を向けないで、こっちを向いて、ベイビー。その心で、その体で、ただ愛されたかっただけだよ。全部違うのに、全力で愛したんだ。それでも幸せ私が泣いてたってわからないでしょ。そんな風に突き放さないで、隣にいたいんだ。わかってよベイビー、忘れかけた大好きなその手に、ただ触れられたかっただけだよ。冷たい指先、曇った顔、わかってるのにいつだってあなたを思ってしまう。私がいるから、そうに笑ってくれないの。そんな風に怒らないで、背中を向けないで、こっちを向いてベイビー。その心で、その体で、愛されたかっただけだよ。笑って欲しかっただけだよ。はい、今聴いていただいた曲がミクちゃんでトラウマロンでした。はい。ミクちゃんはほんとだいぶ前から知ってるもんね、ずっと。で、3作何言ったっけ。あ、そう、関西スポーツセンターは、関西サイクルスポーツセンターは以上です。で、次、6月の22日には板助古墳という古墳に行ってきました。モズっていう場所に、あの古墳がいっぱいポン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 いっぱいあるんやけど、モズ古墳群っていうらしい。あの世界遺産にしようっていうモズ古墳モズ古墳群やねんけど、あのその古墳の中のちょうど中心真ん中のところにある
古墳がこの板助古墳という古墳です。で、ここの古墳も緑の木がいっぱい生えてたそう、昔から古墳、最初スペップでいろんなとこね、仁徳天皇御陵とかいろんなとこ行ってきたんやけど、イメージはさ、なんか私の中で森やって、ただのなんか堺市博物館っていうところで古墳の歴史があって、多分興味ない人も秋はそこに行くと興味が湧くんじゃないかなっていうのでおすすめしています。まあ、私自身も本当ね、古墳に行くとすごいもう眠たくなるし帰りたかってんけどずっとなんなんこんな森見て何が楽しいんやぐらい思ってたんやけど、そこに行くと、あ、もともとはこういう理由で作られて、もともとはこういう形やって、今と全然姿が違うんやってんなって。で、映像ですごい分かりやすかったから、スーッとなんか何の抵抗もなくパッて頭に入ってきて、そこからもうほんとガラッと変わって、古墳に対するイメージが結構いろんなことを覚えたりとか、まあ古墳のこと書いてあったら、ああそうなんやって気になったりとかしだしての今現在になります。さあ、のりさん古墳があるとか言ってるけど、まあ全然結構いろんなこと忘れていくからねあんまり古墳ガールっていうのはちょっと大きくは言えませんけども、クレーム来るからね怖い怖いわ。で、そのこの板助古墳が本当はね、もうなかったの、今の現代にないはずやってん。住宅を建てようとしてたらしくて、ここを潰そうとしててんって。でもこの板助古墳の周りに住んでる住人の人たちが大反対して、分かったってなって取りやめるようになって、だからほんまに作ろうとしてちょっとやりかけてたから、その後橋かな、なんか橋桁っていうらしいねんけど、それがかかってるんやけど、それはもう本当にもともと古墳にあったんじゃなくて、そこを潰そうとしたためにできた橋で、今はそこにね、たぬきさんが住んでるらしくて、まあラッキーな時は本当にもういっぱいこう並んでる感じの姿が見えるらしい。で、ちょっと遠かって1匹しか、しかももうほとんどなんか隠れ気味に覗いてたやつだけ発見して、ちょっと出てきてくれた時はもうシャッターチャンスやったのに、タイミングが合えへんくてすぐ引っ込んじゃったりやんけど、あ、ほんまに住んでるわって思った。あんまりね、タイミング合わんかったら見られへんのかなって思ったけど、結構見れる人が多いみたいなんで、行ってみて。まあ、いた人はぜひそのたぬきさんも見てください。で、その古墳を見た後に行ってきたところがありまして、古墳カレーっていうのでみんな検索してもらったら、なんかもしかしたらね、知らんと使ってるところもどっかあるかもしれんけど、一応商標登録っていうの、名前、うちだけがこの名前を使えますっていうのをちゃんと登録してるお店があって、花茶碗というお店なんですけど、お店、お店やねんけどね、私も入り口があって最初覗いたんやんか覗いたら、入ったらね、入り口から結構近所のおばちゃんとかおっちゃんとかが集まってみんな喋ってはんのよ。で、これはなんだってなって、家かな家に入ってきてしまった、お邪魔してしまったと思って、間違えたかな、でものれん出てるしあれと思って、で、あ、今後ろ空いてるから後ろ広い方おいでって言って、で、なんか後ろに回ったら、そう、横入るところがあってで、あ、こっちがお店かってなったんや。あ、そらさっきはなんか違う人たちがおるわと思って、お店入ったらもうね、家あれ家って なる、昔の懐かしい日本、これぞ日本の家みたいな古民家。そう、でも今結構古民家カフェとかすごいいっぱいあるけど、あんなもう見せ見せした古民家風のカフェとかじゃなくて、もうまんま人のお家、
なんか田舎のおばあちゃん家行ったら昔こんな感じ、あの昔ながらのお家にお邪魔したっていう感じの懐かしい、うん、空気が流れてた。で、まあ、テーブルもこう低いテーブルがあってそこにあの座るね、うん、あんまり今床に座るっていうこと家以外せえへんと思ったお店そうそうそう畳に、でしかもお店とかの畳ってやっぱ座りやすいように掘りごたつにしたりとかしてるとかやっぱ今多いけど、もう普通のテーブルと畳があって、今おばあちゃんがカレー作ってくれてるから待ってるわみたいなぐらいの雰囲気の、さオーナーさんのこと言ってんちゃうからそうだっておじいちゃんをなんかカレー作らんや、おばあちゃんが今日カレーやでって言ってなんか出てくる感じのあったかい雰囲気の一応お店です。でその古墳カレーの花茶碗のお店なんですけど、あの、まあ、古墳カレーを作るんやからってイメージして、やっぱ古墳の形してるカレーにしたいなっていうことで、あの前方後円墳のさ丸いやつとこの四角いやつの形をずっと探してたんやけど、やっぱそんな形のね入れ物なんてなかなかないやんか、ないんやったらもうじゃあ作るわって考えたそうで、自分で作りはったの、しかもめっちゃ立派なやつで、そのあのブログをよかったら見てください、写真も載せてるから、その入れ物ね、手作りの入れ物を作ってわざわざ、でそこにご飯をはめてこうパカッとする感じのやつにしてます。でカレーもねなんかね赤牛筋カレーやねんけど、赤の筋と白い筋やったっけ、なんか種類がねあるらしくて、ちょうど50-50で使って、しかも3日かけてって書くの忘れた、3日かけて煮込んでるらしい、すごいでしょ、びっくりした、こんな本格的なカレーをね、そう3日かけて、しかもまあ一応お家で作ってる感じやからさ、これも多分数量限定とかになってくるんよね、流行りだしてみんながバーって押し寄せるようになったら、もう午前中の先着何名様しか無理ですっていうぐらいの量しか作られへんと思うわ、うん、だから今のうちにさっきまず行って、世界遺産登録になったらここ知ってんねんでって言ってでそこのねオーナーさんがねなんかねすごいいっぱい喋ってくれるねんけど、めっちゃ面白い人この人が、実はいろんなことをやっていて、堺モズ歴史探検隊の会長さんをやっております。最初はねほんと全然古墳について何も知らなかった人で、でもあのまあ古墳カレーをやるっていうことで、最初はこのお店できた時は古墳カレーもしなかったんよ。でもまあ古墳の窓なりにすぐ近くにあるから、まあ、せっかくやしあの古墳になんかの感じを何か、うん、だいぶ経つけど最初はやってなかったから、そう何かしようっていうので、まあ、古墳カレーを作るやん。でまあもうねほんとねやりだしたら全部にきっとこだわる人で、せっかく古墳カレーするんやから、どういうことをどういう古墳についてなんか全然知識がないから勉強しようみたいな感じで、いろんなところに博物館行ったりとか古墳巡ったりとかをすごい今でもやってる人だから、かなりね古墳に詳しい人にもなってるんで、分からへんことがあったらもうここに行って聞いたらいいと思います。で今あのいろんなね本当行ってるメンバーがすごかった、偉いさんとかなんかいろんな人と一緒に探検してる、この、うん、歴史探検隊ってついてるから、そういっぱいいろんなこと教えてくれて、であのそこにノートがあるんよ、ノートがあって、で今まで来た人がなんか一言書いていったりとか、美味しかったよってそういっぱいコメント書いてて、みんなカレー美味しかったよももちろん書いてるけど、それと同じぐらいオーナーさんがなんか喋ってくれて面白かったって、そうだから私たちが行ってその動画を撮るために喋ってくれたわけじゃなくて、もう誰が行ってもめっちゃ喋ってくれるんやと思うあそういう人なんやなっていうのが伝わってくるのって言ったから、うん、
あ、そう、6月22日に私もちょっと一言コメントを書いてるので、よかったら見てください。行ってみてください。そしてあの来たよってね、またその来た足跡ノートに書いてもらったらまた見ます、いつか。楽しいところなので、味ももちろん美味しいし、オーナーさんも楽しいし、うん、いいところなのでぜひ行ってみてください。雰囲気もよし、うん、完璧です。そう、つぶやきはね、アーカイブがね最近伸びてるらしいよ、なんでやろ、うん、ね、結構見てくれてます。っていうことはこれも見てくれてるのか、ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、ではエンディング曲、今日も明日の夕暮れを流したいと思いますので聴いてください。つぶやき第89回最後まで見ていただいてありがとうございました。もう89回ね、なんか100回目はなんかね、普通のつぶやきとちょっと違う感じでやりたいね。まああんまり内容変えられへんけどさ、なんかのつぶやきちゃうやんってなっちゃうから、うん、でもなんか違うことできたらな。ほんまやな、ゲストをね誰か呼ぶか、なんかしたいね。考えてもらおう。ということで、長く続いております、秋のつぶやき、また来月も見てください。1ヶ月に1回やってるので、はい、で、ライブのお知らせは今日言ってなかった、まだ決まってないんですよ。先のやつが、でもまた決まったらすぐお知らせをしたいと思いますので、その時はぜひ参加してください。飲み物もいっぱいあるし、いい歌流れてるし、雰囲気もいいし、皆さんきっと楽しめると思います、うん、そう、飲み物がね、今まではやっぱ本格的なバーってね結構な値段がするんやけど、そのライブ用にワンコインで頼めるようにしてもらったので、はい、ぜひいっぱい飲んでください。そしたら、皆様またお会いしましょう。ありがとうございました。